スラー。本日の極上空間はガールズアワードスペシャル。日本最大級のファッションと音楽のイベントに鈴木ハスラーが登場。こんにちは。その豪華ステージに出演する2人がドライブ。遊園地だよ。やった。バーバルさんが人生初のバンジージャンプに挑戦。ハスラーに乗った2人、ガールズアワードの舞台裏と人生秘話。極上空間へドライブする2人を改めてご紹介。アイちゃん、ヤッホー。わーい、嬉しい。なんかワクワクする、ね、なんかね、ね、なんかこの距離感超いいよね。なんかね。ニューハーフタレントブームの火付け役、今やバラエティ番組には欠かせない春名愛さん。お相手は1999年にメジャーデビュー、若者から絶大な支持を集めるヒップホップユニット M フローのラップ担当、バーバルさん。2001年に発売したアルバムが売り上げ80万枚の大ヒット。その後、和田アキ子さんとコラボし紅白に出場するなど幅広く活躍しています。ゴーゴーゴー。天気めっちゃいいね。天気いいね。でも私こうやって、だって初めて会ったのがアッコさんの誕生日じゃん。あ、そうだね。その時また飲もうねって言ってから、うん、結構随分と時間。いやだってさ、あのもしかして愛ちゃん慣れてるかもしれないけど、僕どっちかというとその一般の人からしてみたらさ、芸能人って人たちって同じ枠っていうイメージかもしれないけど、うん、僕やっぱどっちかというとミュージシャン寄りだから、うん、ああいう場所アッコさんがすごいあのご招待いただいたから行くけど、うん、やっぱちょっとうわすげえテレビに出てる人たちだみたいな、あのアッコにお任せチームの方たちもいて、うん、いっぱいいたもんね、芸能人がいっぱいいて、うわーと思って、うん、これどう対応していいんだろうみたいなところで。そうだったの。そうだったの。だからそこ、あの時そうで、だからそこで一緒になんかいろいろお話できてなんか良かったなっていうか、私はもうすごいもう M フローとかも大好きだし、あーありがとう、バーバルくんだと思って、うわサングラス普通にもうずっとサングラスみたいな、うん、こういうみんなでなんか、わ綺麗、ちょっと待って、桜超綺麗じゃん、ね、何これやばいね、これやばい。いや綺麗だよね、うん、この時期だけだもんね、うん、経験が紡ぐ豊かな感性。バーバルさんは23歳の時、インターナショナルスクール時代の同級生と先輩と共に M フローを結成。音楽性とファッションセンスが若者たちの支持を集め、すぐさまスターダムにのし上がりました。そんなバーバルさんにはデビュー前に意外な経歴が。もともとインターナショナルスクール行ってて、うん、アメリカの大学進学したいなと思ってボストン大学の方に入学して。聞いたことある、うん、こんな、え、なんか本みたいな帽子かぶるとこじゃないの。そう、卒業するときそれか。あー、投げるやつ上に。そう、やった。投げたの映画じゃん。大学卒業したときに、卒業に向けてちょっとインターンしてたところが証券会社で、一回僕普通にサラリーマンやってたんだけど。そうなの。サングラス取って。いやもちろんサングラスしないです。みんなジャマイカ人ばっかの会社で、まあ、新しいソフト作ってるところで、それもボストンだったんだけど、そこにいたりとかして。なんか聞くとこによると、なんかボランティアもしてたんでしょ、いろいろ。あの大学の時に、そう、哲学のカリキュラムの一環でボランティアしてたんで、でその少年院っていうのがあったから、まあ、当時僕ヒップホップ聞いてたし、ちょっとある意味不純な動機で、ちょっとじゃあ俺、まあ、大学行ってるしこの子たちに教えに行ってあげるかみたいな、ちょっとそんな感覚で、でそこで僕授業に一緒に座って教えたりするの。英語と数学を教えてたんだけど。あ、そういう勉強の勉強。そうそう、教えてたの。なんなら僕日本から来たのに英語を教えたりしてたからすごい恐縮だったんだけど。ニューハーフの子一人いて、え、そう、チョコレートって子がいて、だからかわいい。その子超ウケんのが、入ってきた時にその音もう
男の子ばっかの少年院だったんだけど、一人めちゃくちゃ髪伸ばして女の子が入ってきたから、あれと思ってみんな見るわけじゃん。だけど声がやっぱ低いくて、私チョコレートみたいな、うわみたいな。ドス聞いてた。その子もビターチョコレートで、その子は結構陽気で、すごくやっぱムードメーカーだったから、みんなやっぱすごく仲良くして楽しくて、出た後に街で歩いてたら、うわー元気ーとかって声かけてくれてるの、めちゃくちゃなんかそれ上がったね。一瞬だけだけど、本当逆に僕が人生観変わったっていうか、やっぱその心洗われたっていうか。幼い心に突きつけられた現実。何がきっかけでその芸能界に憧れたりしたの？いやもうちっちゃい時から。だって普通に男の子だったわけじゃない？そう、ケンジ君だったわけじゃない？あのもうちっちゃい時に女の子だと思う気持ちが自分にあって、うん、女の子の友達ばっかりと遊んでて、うん、徐々になんか女の子のもの、一緒のもの欲しいって言ったら親がダメみたいな、うん、で女の子の洋服着たいって言ったら、うん、男だろみたいな、うん、で人形買ってって言ったらもうカチカチの超合金買ってくれてみたいな、これ人形だみたいな。まあ男の子の当時シンボルってついてるじゃん体に、うん、これがどんどんなくなって女の子になると思ってたから、ならないのかな。ああそれあのそう思ってたの。そうで、どうなるんだろう。で小学校の時もシンボルランドセルが黒と赤だったから、うん、赤がいいと思ってたのに黒かやっぱりって現実をどんどんこう知らされて、ああそう、もう本当に学校行っても紫式部とか習ったら、紫式部って女の人だからこういう人生だけど、私はこの人生にはなれないから、でも全部自分に置き換えちゃうから勉強手につかないの。で図書の時間は人魚姫をすぐ取って、誰よりもすぐ人魚姫だけは毎回取って、あれって人間になれないお魚の役のお話じゃん、うんうんうん、だからそこにいつもこうなんか自分に置き換えて、ああなんか普通にはなれないんだなみたいな、いつもなんか学校行ってもそんな楽しくないようなことばっかりになっちゃってて。あーそうなんだ。そんな時にアイドルの聖子さんとか、うん、キョンキョンとか、うん、本田美奈子さんとか、もう荻野美代子さんとかも当時のアイドルがキラキラした衣装で、うん、ふわふわで可愛い女の子の切ない恋心とか歌ってる世界が、唯一何もかも忘れてどっぷり自分が女の子でいれる時間だって、うん、当時のね、まあアイドルっていうかそのシーンってもうすごい華やかだったもんね。今も華やかだけど当時やっぱちょっとベールに包まれた、すごく何かを背負って来てるとこも一瞬見えたり、すごい忙しさが目についたり、分かる、なんだろう、深いな、そのなんか背負ってる感って確かに。でしょ、うん、なんか分かる。なんかもう中継で降りてすぐ歌うみたいな、うん、わあ大丈夫寝てないんじゃない、こっちもつけて出てる、こっちも出てる、大丈夫かなみたいな、でもニコニコ絶対ニコニコしてるみたいな、うん、なんかそういうね芸能界に憧れてたんでね、うん。高校生の頃からニューハーフのショーパブでアルバイトをするようになった春菜さんはアイドルを夢見て上京。しかし待っていたのは厳しい現実でした。いきなり最初からウハウハなわけじゃなかったわけですか？いやもちろん40万円の貯金でどうしよう、いよいよもうテレビの仕事もないし、あ私もとうとう自分でお店でもやって生活しないと、私一応レースクイーンとかなんかそういうバイトやってて、あと番組のなんかお茶汲んだりとか、徐々にそんなのもなくなるし。あそうなんだ。なんか僕ずっと愛ちゃんのイメージなんかずっと右肩上がりなイメージがあったから、そんな時代あったんだね。だってお店開けても誰もいないとこに一人目のお客さん来るの当たり前じゃん、うん、その人が来た時に、私大阪の時にニューハーフのお店でちょっと人気あった時あったから、誰もいないとこに私がいるってそんなの見られたら恥ずかしいみたいな、変な、なんかプライドあって、その時だからイルス使って鍵閉めて、え、いるんでしょみたいな、お客さんなんか人影見えるよみたいな、じーっと家具みたいになって、いろんな扉が飲み屋さんってあるわけで、うん、そこで私の扉を開けてもらえるようにならないといけないし、じゃあ私が一番嫌な男である部分をやっぱり出して楽しんでもらうしかないかと思って、ちょっとケンジの声出してみるとか、なんかちょっとケンジのトークをこうあえてやるみたいな、
え、じゃあちょっとシミュレーションでやってみてもらっていいですか。ちょっと何それ。こんにちは、はい、いらっしゃいみたいな。やだ。いきなりもう嫌だ。やだ。いやもうね、嫌だは絶対言うよ。あ、そうで、座ってちょうだいみたいな。何飲むって言って、うん、で、なんとか、あ、カンパリソーダ、ジントニックとかいろいろさんだ、うん、あ、了解、はい、缶ビール3つとか言って、全然違うの言って缶ビール出しちゃうとか。女の子だったら絶対そんなサービス精神もしなくていいじゃん、可愛くなんかやってたらいいしみたいな、なっちゃうじゃん。なるほどね。でもそれは本当の女の子がやって、可愛い子がやって成立するわけであって、そういうお店はいろいろ他にもあるわけであって、だから私らしさを出さないといけないから、お笑いも入れて。いやー、それ最強だね。もう頑張った、がむしゃらに。もう食べていけないから。赤間見えた、ね、わー、来た来た、読売ランドだ。来た来た来た、やばいね、なんか上がるね。ね、遊園地。春菜さんも挑戦。ちょっと恥ずかしいね。そう、確かになんかいろいろ。これやばいよ、これうまいな、うわー、うまいなって。ね、なんでさ、こんなこれやりたいって言ったの。これやっぱ怖いと思う。これ頑張ってね。頑張ります。本当に、はい、最高のジャンプを見せて。おっ、いよいよジャンプ台にスタンバイ。これなんか途中で取れるとか嫌ですよ、これ。何、急に弱気になってる。すっごい急に弱気になってるじゃん。大丈夫です、いきます。おお、かっこいい。バーバルさん、人生初のバンジージャンプ、お願いします。スタートします。はい、3、2、1、バンジー、バンジー、やばい。初めてのバンジージャンプ、感想は？なんか不思議です。ちょっとなんか一瞬真っ白になって、このハーネスがグッて引いた時に、わあ、よかったみたいな。でその後ちょっと笑いが止まんないですね。やばいです、もうここは怖い、もうこれ。さあ、続いては春菜さん。じゃあ準備していきますね。無理だって、無理だよ、無理だって。残念、なんか強風で無理だって。ほんと確かにビール風がね。いやマジ無理だから。いや、アイスクリーム食べよう。アイスクリーム食べようか。行きましょう。さようなら。声ガラガラ、私声ガラガラなっちゃった。もういや、もう今日ケンジさんが何回か登場していただいたんで、ちょっと やだ、もうガルザワードケンジ出ちゃった、どうぞどうぞ。やだ。私このハスラーって、うん、実はこの間お母さんに車をね、うん、プレゼントしようと思って、もう車検が切れそうだから、うん、スペーシアってやつを買いに行ったの、うん、でお母さんの見た後にちょうどこのハスラーのカーキーが止まってて、うん、でちょっと乗っていいですかって言ったら、乗って、うん、座ったら超広いじゃん、うん、なんか超かわいい、なんか探検隊に行く車みたいと思って。あ、確かにサファリっぽいね、その色だと。で買った、それも2台2台も、だって消費税 8% の前だったから。ああ、そっか、駆け込みで買ったよ。さすがです。垣間見た歌への情熱。坂本龍一さんや安室奈美恵さんなど、数々のアーティストとコラボしてきたバーバルさん、和田アキ子さんともコラボし、意外な素顔を見たそうです。一回アコさんの家にお誘いいただいて、ご飯食べて、でちょっと好きなもの飲んでよって、冷蔵庫開けたらシャンパンばっか入ってて、あ、じゃあ僕これでみたいな感じで飲みながら、すごいよね。でなんかレイ・チャールズさんからもらったサングラスを大事に取っといてて、いや私は音楽やるときはもうすごい緊張しちゃうからって話をされてて、だから普段そんなイメージないじゃない。もう手に汗握って、もうちょっと私やばいやばいみたいな、そういう時はレイ・チャールズ、レイちゃんって呼んでたんだけど、呼んでらっしゃったんですけど、それをなんかずっと言いながら、ちょっとレイちゃんに見守られながら、ちょっとこれから頑張って歌うみたいなことをおっしゃってて、すごくミュージシャンの顔っていうのがまたちょっと普段テレビで見るアッコさんと違くて、すごい印象的だったなとか。へえ、それで音楽の話したの、いろいろ。うん、やっぱその、もともと私は本当はなんだろう、
まあ、退職じゃないけどテレビとかやってない時はいつかジャズシンガーになってそういうバーみたいなところで歌ってたりしたいのよねみたいな話されてるのがすごい素敵だなと思って。その話は聞いたことなかった、なんか貴重なお話を。私そういうのもすごく夢っていうかいつかそういうのも憧れててって確かそういうことをおっしゃってて、すごいかっこいいなと思って。今日はね、この後は今明かす性転換手術の舞台裏。私が一番嫌だった部分が体からなくなって。小さな車大きな未来、鈴木の提供でお送りします。後戻りはできない道。2009年にニューハーフの世界一を決めるミスインターナショナルクイーンで優勝。その美しさが世界で認められた春菜さんですが、性転換手術に踏み切る裏には大きな葛藤が。私が当時働いていてお世話になったママがいて、その人がお店で初めて女性の体になって帰ってきた時に性別適合手術受けた部分を見せてもらったの楽屋で、なんかちょっと痛々しい感じかなとか思ったけど、でもママがすごくキラキラした笑顔で、なんか自分のスタイルに戻ったって言ったの、なんか生きるスタイルに。で、って言って、ママでも好きな方いらっしゃったからその人が喜ぶためにやったのって言ったら、ってこの手術はねって自分のためにやんないとねって、あんたもだから手術したい時は、絶対人のために手術するんじゃなくて自分のために手術しなさいって、その心はなんで、その自分のためじゃなきゃ人のためにやるのとどう違うの。例えば恋愛して、彼のためにやりました、恋愛がうまくいかなずに別れました、ってなった時に体まで変えたのに、っていう、やっぱり悩みというか、残っちゃうから手術しようと思う時にやんないとダメだっていう。親にもね、手術するっていうこととか何も言わずに、手術する時にこう一筆書くんですよ、この手術において、